ンビートの YouTube チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、またはお久しぶりです。福岡発歌ロックバンドウィンドミルのボーカルギター池部芽衣です。よろしくお願いします。突然ちょっと違うテイストの動画がアップされて困惑している方いらっしゃると思いますので、まずは私から少し説明させていただきたいと思います。今ですね、新型コロナウイルスの感染拡大で全国的にエンターテインメント業界が大変な状況となっております。アーティスト、ライブハウス、皆さん大変苦労されていると思います。私たちもバンドとしてアーティストとして、メンバーそれぞれ家にいながらいろんなことを考えています。そしてですね、皆様おなじみのキャバンビート町田さんとウィンドミルでもいろいろお話をさせていただきまして、なんとこちらのキャバンビートの YouTube チャンネルから私たちも何か番組を発信していこうという話が持ち上がっております。まだまだ未知なところはたくさんあるんですが、私たちもこの機会に何か挑戦してみたいなと思っております。これからの時代というか今の状況はですね、こうして動画で声だったり、自分たちの楽曲、歌を届けていくことがすごく重要になっていくと思うので、これからいろんなことに挑戦していきたいと思っています。応援よろしくお願いします。今回はですね、番組の予告編ということで、メンバーそれぞれがステイホーム、お家で、ちょっと今自宅なんですけど、お家で撮影させていただいております。このあとあと3人メンバー出てきて、それぞれの思いを伝えてくれると思います。さて、最後に私からお伝えしたいことが2つございます。1つはキャバンビート、そしてウィンドミル、福岡のアーティスト、音楽シーンを皆様が支えてくださっています。いつも応援本当にありがとうございます。これからも、どうぞ見守っていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。そして2つ目、この動画の最後に私たちのライブ映像、ウィンドミルのライブ映像を流したいと思っています。去年ですね、キャバンビートさんで開催させていただいたイベントの一部となっております。どうぞ皆様最後まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次のメンバーにバトンタッチしたいと思います。ウィンドミルのギター担当、拓也くん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ウィンドミルのギター今林拓也です。先ほどめいちゃんの方から少し説明があったと思いますが、この度キャバンビートチャンネルにてウィンドミルの番組を作らせていただくこととなりました。キャバンビートさんにはですね、ウィンドミルの主催ライブを何度も開催させていただいたりだとか、 F-POP 歌謡祭というとても大きなイベントに出演させていただいたりだとか、いつもとてもお世話になっておりまして、で、これから F-POP っていうものを、福岡のアーティストというものを、そして福岡の音楽をどんどん発信していって盛り上げていこうっていう話を町田さんとしていた矢先にですね、残念ながら今回新型コロナウイルスという目に見えない大きな敵と戦っていかなければならないような状況となってしまいました。そんな時だからこそできることを、みんなでしていきたいなっていうことを町田さんやメンバーと話し合って、今回この番組を作らせていただくこととなりました。で、これからの番組についてなんですが、まず今までの過去のライブを振り返るような、動画であったりだとか、皆さんとコメントを通して、コミュニケーションを取れるような生配信であったりとか、生ラジオであったりとか、様々な方法を使ってですね、皆さんと、コール&レスポンスできたらなと思っております。今ですね、ライブができなかったり、ライブに行けなかったり、皆さんとても寂しい思いをされている中だと思うんですが、僕らもとても寂しいです。皆さんに会えなかったり、僕らもメンバーとも会えなかったりしてるんですが、これからどん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 収束していって、またみんなで笑顔でライブハウスに集まれるように願って、みんなで頑張っていきましょう。ということで、次のメッセージが届いていると思いますので、次の方に、回したいと思います。それでは藤真子さん、どうぞ。はい、ウィンドミルベースの藤真子です。最近のウィンドミルはですね、緊急事態宣言というのがありまして、スタジオが休みとなっております。なのでメンバーにも会えておりません。
まあ、僕たちだけじゃないと思います。みんなも大切な人だったりとか家族だったりとか友人にも会えない状況なのかなって思います。と寂しいよね僕たちはですね、まあ、バンドの日は通話ミーティングをしておりまして、オンライン上でこうずっとやり取りをしております。少しでもしょうがないんやけど寂しい話が多い中、みんなの心が落ち着くようなことができないかとか、できないかっていうか、そのきっかけになれたらいいなっていう話をみんなと一緒に話しております。こんなかわいもない話もするんやけど、すっごい話すよねうちら。いつもやったスタジオからのミーティングなんやけど、今回ミーティングだけやけん、まあね、いっぱい話したなってみんなでなって、じゃあもう夜遅くなったきに、まあ、切ろっかって言って切って、みたいな時間10時間話してました。約半日話しております。でも本当それくらい、まあ、熱も入ってたし、まあ、みんなも仲いいしっていうのもあるんやけど、なんかこういろいろとねできないかなって、まあ、この時期だからこそできることはないかっていうことを思いながらみんなで話し合っております。でね、少しでも事態が早く収束してライブハウスでみんなに会いたいなって思っております。本当に寂しいしライブしたい。というわけで最後のメッセージ、共に10時間話したメンバーのスミよしくん。はい、ウィンドミルドラムのスミ誠二郎です。ここまで見てくださりありがとうございます。今新型コロナウイルスで音楽業界も大変な時期なんですが、自分たちアーティストとライブハウスとそして応援してくださってる皆さんと力を合わせてこの音楽業界を盛り上げていきましょう。きっとこの今の時期を乗り越えられると信じてます。そしてその時にはまたキャバンビートでお会いしましょう。ウィンドミルはホームページ、ツイッター、フェイスブックやっております。いろんな情報を発信していますのでぜひチェックお願いいたします。ウィンドミルの楽曲はお家でも気軽に聴くことができます。いろんな配信サービスから配信しておりますのでぜひ聴いてみてください。下の概要欄にホームページ、SNS、配信サービスの URL を載せておりますので、そこからチェックできますのでよろしくお願いします。そしてこれからウィンドミルはこのキャバンビートの YouTube チャンネルから番組をアップしていこうと思っています。それ以外にもたくさんのアーティストが自分たちの番組だけじゃなくて登場していくと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてたくさん見ていただければ幸いです。では最後にウィンドミルの楽曲をライブ映像でお届けいたします。去年2019年12月27日に開催されましたウィンドミル主催の F-POP 勇者と仲間たちボリューム7よりこの日初披露した新曲をお届けいたします。それでは聴いてください。せーの、出たい日。Bye.
伸びた